隣の親父逮捕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 。すいません、時間なくて替え歌、これが限界でした。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、そんな本日は2月突入しました。2024年もあと11ヶ月ということで、本当ティファールですよね。で、ちょっと急なんですけど、コスプレしたんで見てもらっていいですか。こちら、実写版綾野剛を演じる戸黒弟ですね。そんなもんかねって言うてる中、いかがお過ごしなんだいおまんたちって言っておりますよ。なんと、あの指名手配犯桐島聡の報道ですごいことが起きてます。この時間です。さあ、今週の俺的ニュース速報の時間です。今週気になったニュースを一気に紹介していきます。1つ目、桐島の隣逮捕されたってよ。こちら1日、長野県で起きた殺人未遂事件にて、全国に重要指名手配されていた金重幸容疑者55歳が仙台市内で逮捕されたと全国報道がありました。この男、2020年の9月、長野県宮田村の駐車場で男性の腹を拳銃で撃ち殺害しようとした疑いが持たれています。こちら警察によると、仙台市内で似た人物を見たと、そういった情報が寄せられて、アパートの一室で身柄を確保したそうですね。さらに拳銃持ってる可能性があったんで、閃光弾を使って突入したそうなんですよ。金めちゃくちゃ焦ったでしょ。朝かって起きたらドアガチャッと開いてビカーって光って逮捕で、この経緯がおそらくなんですけど、先日逮捕されて死亡された、これも重要指名手配犯だった桐島聡、その報道っていうのが連日続いていたんですけど、この金容疑者、なんとこの桐島聡の隣にですね、重要指名手配犯として顔写真が掲載されていたんですよ。なので、は連日報道されたことによって、情報提供が集まって今回逮捕されたんじゃないかと思われています。これは毎日指名手配犯は地上波に載せるべきなのかもしれませんね。ミラクルって言い方をするとあれですけど、なんか芋づる式にとんでもないこと起きたなというところですね。またこれによってどんどん他の指名手配犯の逮捕も出てくるかもしれません。ただ、先ほども言いました、この桐島聡、先日末の29日ですね、これは発見された4日後になるんですけど、神奈川県鎌倉市の病院にて末期がんにより死亡したと報道がありました。警視庁公安部は引き続き行われている DNA 鑑定で身元が確認できれば容疑者死亡で書類送検する方針だとしてるんですけど、せっかく逮捕間近だったというのに、この結果っていうのが寿命を迎えた実質桐島の逃げ切りで終わってしまったと言われています。ただ、先ほどのようにですね、別の重要指名手配犯の逮捕にもつながったと考えると、何も意味がないことではなかったんじゃないかなと思いますね。さらに今後も引き続き協力者はいたのかとか、そういった調べも行われていくということです。次です、3つ目、原作改編騒動で原作者が自殺。こちら、先月の29日、日本テレビで去年10月から放送されていたテレビドラマセクシー田中さんの原作者とテレビ制作陣によるドラマ化をめぐるトラブルで、原作者であり漫画家芦原ひな子さんが自ら命を絶つという事態が起きました。こちら何があったのか時系列順で紹介するんですけど、まずこの日本テレビで去年12月まで放送されていたテレビドラマセクシー田中さん、この内容っていうのが、地味な OL として経理部で働く裏側で夜な夜なレストランで踊るセクシーなベリーダンサーの2つの顔を持つ女性と、その正体に気づいた同僚たちとの人間関係を描くといったストーリー作品なんですけど、この芦原ひな子さんの漫画が原作のテレビドラマだったんですけど、このドラマ自体の原作のファンももともと多くて、作品自体は人気のままストーリーは最終局面まで向かうんですけど、最終回の1話手前ですね、原作の芦原さんの要望で脚本の方が入れ替わって、芦原さん自らが担当することになったんですよ。で、最終回を迎えた4日後の12月28日、このドラマシリーズの脚本家の方がインスタで最終回直前の展開について賛否の声が多く上がったことについてのコメントを投稿したんですね。で、このテレビドラマ最後の2話の執筆を担当したのは自分ではないと、そして脚本担当が最終回直前で交代されたという件について、脚本家の存在意義について深く考えさせられるものでした。どうか今後同じことが二度と繰り返されませんようにと、そういった何か不満のあるような内容でして、これを受けて約1ヶ月後の1月26日、原作者の芦原さんが自身のブログで次は脚本を交代させられた件についての声明を掲載しました。この内容というのが少し議論を呼んだんですね。まず、そもそもこの原作ドラマ化について2つの条件を出していたと。その条件というのが簡単に言うと、まず1つ目は原作漫画に忠実に書いてくださいと。忠実でない場合、芦原氏が過失修正をすると。で、2つ目が原作漫画というのが未完結だったので、ドラマが原作漫画のストーリーに影響を与えないようドラマ終盤のあらすじやセリフは原作者が用意するというものでして、この条件でまず日テレに了承いただいた上でドラマというのが作られたんですよ。ただ、実際に制作が進むにつれて漫画を大きく改変した脚本とか全体のプロットが停止されていたと。で、この原作改編、重要なシーンがカットされていた件について、当たり前のように不満を持ってテレビ局側に理由を尋ねても納得のいく返事がなかったと。で、さらにドラマ終了まで脚本家の方とは一度も会えず、制作スタッフとドラマのストーリーについても直接話す機会がなかったと。そういった不満とか不信感から、最終回を含むラスト2話を自ら担当されたことの経緯を説明するものだったんですね。この時点で SNS 等でテレビ局側を非難する人が多く見られて、ふつふつと炎上する事態になってたんですね。そしてこのブログの投稿の3
3日後ですね、原作者の芦原ひな子さん、本名松本律子さんが栃木県で亡くなっているのが発見されたと報道がありました。遺書のようなものが見つかったことから一連の騒動を受けての自殺と見られているということなんですけど、これはひどいですね。もちろん脚本家の方もいいドラマを作りたいとかそういった気持ちはあったと思うんですけど、そもそもこの条件があってのドラマ化だったはずなのに、ゼロから作品を作った原作者っていうのを無視して制作する、この作品がどんな思いが込められて作ったとか何も考えてなかったんじゃないかとも思いますよね。これはすごく悔やまれる事件です。こちら皆さんの意見もお聞かせください。次です、4つ目、ビッグモーターからついに逮捕者。こちらやってモーターでおなじみビッグモーターが去年の夏頃から本社主導の下で客の車にわざと傷やへこみを作ったり、修理金額を過剰に請求したり、店舗前の歩道の街路樹に枯葉剤を撒いたり、伐採を無許可で行っていた疑いが持たれたことで、これ大炎上していた中古車販売大手のビッグモーターからついに逮捕者出ました。まあそらそうかという話なんですけど、この逮捕されたのが本社に勤務していた50代の社員なんですけど、川崎市の店舗前の木をですね、まあ、伐採するように指示していた器物損害の疑いで30日に神奈川県警によって逮捕されました。まあ、まだ認否は明らかにしてないんですけど、複数の関係者から事情を聞いた上で逮捕されたということなんですけど、でこれがですね、男性は本社では環境整備推進委員会という肩書きで店舗側の従業員に伐採を指示していたということが判明してます。真逆のことしとんがな。この件以外でも警視庁は街路樹伐採問題について現在20都道府県警が計51件の被害届を受理して捜査を進めています。だからまだ逮捕される可能性もあります。次です、5つ目、ピアノ教師の女性を殺害した男が逮捕。こちらは先月の26日、愛媛県今治市でピアノ教師の女性が殺害された事件について榊原正道容疑者が逮捕されたと報道がありました。この事件ちょっと時系列順に説明するんですけど、まず事件が起きた1月26日午後6時過ぎですね、殺人事件の通報を受けた警察が駆けつけたところ、首を切られて亡くなっていた富田さんとこのピアノ教室に通う男子生徒が縛られた状態で発見されました。この生徒に関しては命に別状はなかったんですけど、その時同じ家に住んでいた35歳の富田さんの次女がですね、何者かに連れ去られていることも判明します。警察はこの女性を連れ去った人が容疑者として防犯カメラを確認したところですね、この富田さんの次女と元交際相手だった今回逮捕された容疑者が車に乗り込む様子っていうのが映っていて、まあ、捜査をしていたんですけど、翌日の27日ですね、無事にこの女性については保護されて、まあ、さらに女性を保護した近辺で榊原容疑者を発見、富田さんの次女に対する暴行容疑で逮捕に至りました。まだ殺人に関しては調査中なんですけど、これなぜこの事件起きたかというと、2023年の11月、まあ、女性が警察にですね、容疑者が別れ話を繰り返しているが応じてもらえずに困ってると交際トラブルについて相談していたことがあったんで、この男の一方的な執着っていうのが起こした事件なのではないかと見られています。この榊原容疑者かなり素行も悪く、お酒を飲んでは豹変したりとか DV 癖があったっていうね証言があったりと、いろいろと問題があったそうでして、過去にも女性をですね10日間監禁する等の事件を起こしていたみたいなんですよ。やはり十分に付き合う前にどういうやつかを知る必要がありますね。なんか少しでもちょっと違和感感じたら絶対なんかあるんで注意してください。次です、6つ目、悪質キャッチ集団逮捕。こちら29日、東京都新宿区の路上で焼き鳥居酒屋チェーン店鳥貴族の系列店だと嘘をつき、客引きを行い鳥貴族の業務を妨害したとして男女計15名が偽計業務妨害容疑で逮捕されました。こちら鳥貴族の店舗付近の路上で、あー鳥貴族ちょっと今混んでるんでよかったらすぐ案内できる系列店紹介するっすよつって、鳥貴族の系列店のスタッフだって嘘ついて自分たちが経営している飲食店2店舗に連れて行って営業妨害したという疑いがあるんですけど、めちゃくちゃ悪質やなこれな。こういう悪質キャッチ数年前からよく報告があったんですけど、 YouTube でもキャッチについて行ったらぼったくり店だったみたいな動画結構ありますよね。で僕もちょっと前に声かけられて、あ大丈夫ですって返したら、それ無視しやがったクソ野郎に会ったばっかなんでスッキリですわ。で今回逮捕された男らの経営する店舗でもさらにこういうぼったくりが行われていたんですよ。でこの逮捕された男の中に準暴力団チャイニーズドラゴンの関係者じゃないかと思われる男がいて、組織的に鳥貴族の系列店と嘘をついて客引きを繰り返して、その利益の一部を暴力団に流していた可能性があると見て現在捜査中です。すいませんでした、無視されてなかったかもしれないですね、僕がちょっと聞き逃しただけかもしれません。冗談ですけどね、もうキャッチね、まあ、まともな人ももちろんいると思うんですけど、特にあの都内だと客引きって基本的に条例で禁止されてるからね、この逮捕でまたグッと減ると思うんですけど、皆さんキャッチにも気をつけてください。あの昨日ですよ、お兄さん乳首ありますよって声かけられたわ。あ僕もありますよって言えばよかったね。次です、7つ目、とんでもない犯罪者あるある。こちら先月30日警視庁新宿署の留置所で一緒に入っていた50代男性に車の購入を持ちかけ現金50万円を騙し取ったとして詐欺の疑いで埼玉県無職27歳の男性を逮捕したと報道がありました。おいこいつ反省してねえぞ。こいつ何をしたのかというと、新宿署の留置所内でレクサス買えませんか100万円でいいですって嘘をついたんですけど、結局ですねこれ男性が知人を通して頭金の50万円送金してるんですよ。ただなかなか受け渡されないということで警視庁に相談したところこの事件発覚したんですけど、じゃあこのお金何に使ったかっていうと、受け取ったこの50万円を自分の保釈金に当てた疑い持たれてるんですよ。頭いいのか悪いのか。ただ地元でも車安く売ってあるよって言ってくる先輩は、その人間性に問題があるか車に問題があるかどっちかでしたんで、これから免許取る方はですね気をつけてください。最後海外です、8つ目、モナリザスープぶっかけられる。こちら28日、フラ
ランスの首都パリのルーブル美術館にて環境活動家がモナリザにオレンジ色の液体を投げつけ逮捕されるという騒動がありました。出たわ環境活動家。こちら詳しく説明すると、このルーブル美術館の館内で白い T シャツ着た環境活動家の女性2人がですね、モナリザにカボチャのスープをぶちまけて、その後絵画の前で芸術と健康で持続可能な食料への権利どちらが大切なのかと抗議を行い始めます。どっちも大事やろ、すぐ極論ばっか言いやがって。っていうのもまあフランスでは1月中旬から EU の環境規制とか燃料税の引き上げに反発した農家の抗議デモ行われていたんですよ。まあ増税反対ってやつですね。でその抗議デモの延長でこの女性2人がモナリザにカボチャスープをぶっかけたっつってるんですけど、関係ないやろ、健康で持続可能な食料をぶちまけんなって話ですけど、結果ですねこの2人登録有形文化財破損によって逮捕、現在拘留中ということです。まあ一番の被害者はモナリザなんですけど、実はガラスで保護されていて損傷特になかったそうなんですけど、やっぱスープぶちまけるって言ってること矛盾してねとか、モナリザさんに何の恨みがあるんだと、そういったコメントが寄せられています。だからたびたびモナリザさんってこんな被害になりますよね、かわいそうです。はい、というわけで今週以上でございます。数年前からこの気になったニュースを取り上げるニュース速報をやってるんですけど、特に今年いろいろあるなと毎週感じますね。今世ではインフルエンザそしてコロナウイルスもまた流行ってるということなんで、皆さん手洗いうがい十分に予防してあったかくして寝てくださいということです。というわけで今週以上、また来週のこの時間でお会いしましょう。おやすみなさい。全国の匿名さんこんばんは、深夜の放送部ことタックです。全くいらない説明でしたけども、さあそんな今日は2月2週目の週末でございますね。つか今月って29日まであるんですね。つか火曜日雪で首都高止まって20分遅刻したよね。つか返答声援になったよね。クソが、なんて1週間だって言うてる中、いかがお過ごしなんだいおまんたちって言っておりますよ。ちょっと喉壊してるんで抑え気味です。このお時間、そんな今週のオール的ニュースとこの時間です。今週気になったニュースを一気に紹介していきます。1つ目、新規バカッター発掘、スリコギシャブットンガナでおなじみバカッターがまた出てきました。まず今月5日、北海道釧路市のラーメン店で水容器の蓋を舐める動画を拡散し営業を妨害したとして20歳の専門学生の男逮捕されました。20歳、何をその年齢になってやってんのって話なんですけど、ただこの拡散された動画、先月の4日に撮られたもので、動画内ではこの男かなり酔っ払った様子で、蓋をガッツリ舐めた後にお前塩分肩で死ねっていう、ね、なんか謎の様子映ってて、めちゃくちゃ炎上しました。塩分肩で死ねってちょっと2ミリぐらい面白いですけど、で今月威力業務妨害で逮捕されたんですよね。でこの動画を撮影したアップしたのがまあ16歳の少年ということで、4つ年下だったんです。でこの16歳の少年はですね、 SNS にアップしたが、なぜ撮影したのか、なぜアップしたのか覚えてない、なんかファイトクラブの設定を貫いてて、でこの蓋を舐めた男は息を吹きかけただけと容疑否認してます。まあ20歳なったばっかでお酒に酔ってっていう感じなんですけど、まあ多分酒飲んでなくてもこういうやつだったんじゃないかなと思いますね。反省しろお前。継続。2つ目、シャブ用でもバイトテロ。シャブ用でシャブットンガラでおなじみ、埼玉県内にあるシャブシャブチェーン店シャブ用の店舗内にて、アルバイト従業員の男性らが廃棄予定のホイップクリームで遊ぶ様子の動画を撮影し SNS に投稿、こちらもかなり炎上しました。まあ廃棄ではあるもののかですよね。これが厨房で従業員3人とその友人1人が撮影したってもので、で体を抑えられた男性の口にホイップクリームを流し込む様子っていうのが映ってるんですけど、運営元のスカイラークレストランズ、現在撮影したと見られる従業員らに聞き込みを進めており、従業員の対応は検討中とした上で、大変不快な思いをさせたことを深くお詫びします、従業員教育の最低点に改めて取り組みますとコメントしたということなんですけど、まあ廃棄予定だったんでどうなるか分かんないですけど、まあ、ただ印象は悪いですよね。こっち継続。3つ目、新八食堂でも。どこだどこだ。僕ちょっと初めて聞いたんですけど、知ってる方いますか。6日ですね、焼き魚チェーン店新八食堂炭火焼き干物定食、うまそうやな。栃木宇都宮店でパート従業員3名が厨房内の寸胴鍋に入った液体を口に流し込む様子の写真が投稿されて大炎上しました。本社がホームページで謝罪しました。これ撮影していた従業員含めて3人、すでに1人は退職、残った2人も本日付で解雇処分にしたと謝罪文を掲載したということなんですけど、なんかまた先週一気に出てきた印象ありますよね。この定期的にまとまって出てくるのなんだと思います。これなんか渡り鳥みたいな習性あるんですかね。皆さんはバイトテロ十分に気をつけてください。いやでもここまで来るとバイトテロが気をつけるんじゃなくて、夜道一人で歩かないようにしてると同じぐらいでバイトテロを気をつける感じになっちゃうね。次です。4つ目、札幌にてまた怖すぎる事件。こちら今月の6日、札幌市東区のマンションの自宅室内に母親と見られる遺体を遺棄したとして59歳無職の女が逮捕されたと報道がありました。こちら何があったかというと、この逮捕された女性とその母親2人で同じマンションの部屋で生活していたんですけど、去年の8月の下旬から東区の区役所から女性の母親の安否が確認できないと警察に通報が多数寄せられていました。これを受けて警察が女性の元を訪ねて安否確認を試みたんですけど、女性は拒否します。その後も警察官が防犯カメラの映像とか行動の確認を行った上で家宅捜索を行って、ここで白骨化した状態の容疑者の母親と見られる遺体を発見し逮捕に至りました。ただ調べに対して、母親の部屋から死体が出てくるなんてありえません、母親が今どこにいるのか分かりません、母親は生きてると思うと話しています。まあ、調べでは年金を不正に受給していたという疑いもあるとみて捜査
されているんですけど、まあ、これ実際どうなんかまだ結論は出てないんですけど、僕らのサブチャンネルのラジオの投稿でも病院で働いてる方で心臓マッサージの蘇生をしてるんですけども、亡くなってしまって1時間ぐらい心臓マッサージをしてて、でもう戻らないんじゃないかってなってるんですけど、こっちは年金で生活してんだからもっと心臓マッサージ続けろっつって、親族が病院側に迫った人の話っていうのが来てちょっとゾッとしましたね。まあ、だいぶ前の話なんですけど、やっぱお金ってちょっと怖いですね。次です、5つ目、ヤバすぎる女捕まる。こちら今月の6日、東京歌舞伎町のコンセプトバーで働く女が女性客に立ちんぼなどの売春をさせたなどの売春防止法違反容疑で逮捕されました。これ女性がというパターンなんですけど、この女性従業員ですね、ホストクラブをコンセプトにする店で男装をして接客していたんですよ。ホストクラブちゃうのと思うんですけど、でこれが去年の5月ですね、この店を訪れていた女性に高額なシャンパンを注文させるなどして一晩で300万円を売掛金として請求しました。300万、だからホストクラブじゃないの。でこの請求された額に対して払えないと女性が言うと、売春で稼げと女性の顔を手で叩くなどの暴行を加えて脅して、歌舞伎町の大久保公園近くの路上で売春の客待ちをさせたりとですね、出稼ぎと称して全国の風俗店を回らせたり、半年ほどの間繰り返し売春をさせたということです。コンセプト取りすぎやろ、失礼が。やばすぎですよ。でこの女性は調べに対して、早く金持ってきてと言ったが暴行はしてないと容疑は否認してるということなんですけど、まあ実際そこでね、使わされたのか使ったのかっていうのは分からないんですけど、まあ以前のニュースでも取り上げたんですけど、歌舞伎町のホストクラブで一部ですね、客の飲食代金を立て替える売掛金の回収をめぐって店側と客がトラブルになって、返済に困った女性に売春をさせたと今いろいろと問題になってます。ただお金使う人はですね、売掛金っていうのは借金と何ら変わらないんで、十分に意識してお金を使ってください。次です、6つ目、琵琶湖で闇が深そうな事件。こちら今月3日、滋賀県大津市の琵琶湖にある大橋付近にて、湖の底から腐敗が進んでいる2体の遺体が相次いで見つかったという報道がこちら話題になってます。これ地元の警察消防がですね、女性が琵琶湖に飛び込んだっていう通報があって現場に行きまして、午前3時頃から午前5時ぐらいまで潜水士が捜索を続けたら、これ2時間ですよ。まず1体の遺体を発見して、でその後遺体の近くでもう1体の遺体を発見しました。でこの2人の遺体っていうのが両方とも女性じゃなくて男性の遺体だったんですよ。ってことは飛び込んだ女性じゃないんですよね。で発見された後も捜査続けられて、結果1日経過した4日の午後4時頃、琵琶湖の岸で女性が浮いているのを通行人が発見して通報、警察官や消防が駆けつけた時にはすでに亡くなっており、その後女性の遺体に関して1月31日に家族から行方不明届が出されていた60代の女性だったことが判明してます。で警察は引き続き通報内容との関連性を調べてるということなんですけど、ちょっと琵琶湖怖いな。もうちょっと潜っただけでこんな出てきたんで、まだいろいろ出てきそうな雰囲気なんですけど、また何かあればお知らせします。次です、7つ目、警察また証拠品で遊ぶ。こちら今月の5日、東京歌舞伎町にて店ぐるみで違法に賭け麻雀を行ったとして麻雀店経営者や客の男性らが書類送検されたと報道がありました。この経営者の男、2012年から11年間にわたって麻雀店で客らに金をかけさせて場所代を徴収、その総額っていうのが約9億円に上ると見られています。でこの取り調べに対して、客にポーチを渡し金のやり取りが見えないようにしていたと、まあ、容疑を認めてるということなんですけど、これがですね、押収した雀卓よく見てください。2巡目に1ピン、4巡目にトン捨てつつ、5巡目に9ピン積もって国士の13面待ち上がるっていうね、めちゃくちゃ渋い上がり方してて草なんですけど、これ遊んでますね。まあ、この証拠品をきれいに並べる理由についてはね、過去動画で紹介してるんで、こちらご覧ください。次です、8つ目、すごいぞてっちゃん。こちら5日、人気グループ YouTuber 東海オンエアのリーダーである哲也さんが、自身のプロデュースするホテル親伊豆を拠点活動である岡崎に開業することを個人チャンネルで発表しました。すごすぎんかこれ。動画内で哲也さんはですね、ファンの方が岡崎に聖地巡礼とかで遊びに来てくれるけども、宿泊施設が少なくて岡崎から離れたところにホテルを予約するのはもったいないと考えて、それなら自分で作ろうと自らホテルを作ることを決意したということなんですけど、ちょうど1年前ぐらいから考えて、1年でホテル作るっていうのはものすごいスピード感ですよね。これで室内にはメンバーカラーの部屋であったりとか、特大パネルが設置された哲也出来合いルームみたいもあって、詳しくは動画を見てください。でこの東海オンエアさんというのは現在まだ活動休止中で、まあ、もうそろそろ3月ぐらいに上がるんじゃないかと言われています。まあ、ぜひ僕もちょっと泊まってみたいなと思いました。では最後海外です。9つ目、子供を装った殺人犯の犯行動機。こちら5日、アメリカテキサス州にて去年2023年5月に起きた男性の射殺事件に関し、24歳の男が逮捕され、その犯行動機が世界で話題になりました。この事件ですね、去年の5月、ショーン・コネリー・シャワーズっていう男が何者かに射殺されるっていう事件起きていたんですけど、これが今月5日にですね、射殺した男が逮捕されたんですけど、この男24歳の男性で、ジェームズ・ルイス・スペンサー3世っていう被告なんですけど、まず未成年者のふりをして SNS を使って、この被害者の男性と連絡を取って早朝2人で会う約束をしていたんですね。でこの時の防犯カメラの映像で、この呼び出された男性の乗る車に別の車が近づいてって、で運転席から複数回発砲して走り去る映像っていうのが映っていて、で今年の2月逮捕されたんですけど、でこの撃たれた男性っていうのが2009年に児童ポルノ所持の連邦罪で禁錮30ヶ月の判決を受けて、死ぬまで性犯罪者として登録することが義務付けられていた男だったんですよ。ただこれに対して、この殺害した男っていうのが、警察は性犯罪を止めるために十分な対策をしていないじゃないかと、閉じ込めておくべき小児性愛者を野放しにしている、小さな子供たちに害を及ぼす小児性愛者から金を奪い傷つけてやり
たい、警察が何もしてくれないから自分で殺せばいいと、そういった考えから犯行に及んでるんですね。ただ結果スペンサー被告第1級殺人罪に問われて現在も勾留中です。まあ、これに関してネットでは私人逮捕権も行き過ぎるとこうなる、自分の判断でやっていいことではないと、そういった意見もあれば逆にですね、実際未成年に会おうとしたんだから正しいんじゃないかとか、ダークヒーローの登場といった意見もあり物議を醸しております。まあこれはね警察の仕事ですからね、皆さんはどう感じるかお聞かせください。あとちなみになんですけど、私人逮捕系 YouTuber の Twitter がいっぱい凍結され始めてるらしいです。以上、だけんなん情報でした。はい、というわけで今週以上です。3月にある小安田ナイトにも僕ゲスト出演させていただきますんで、ぜひ会場でお会いしましょう。めっちゃ頑張ります。今週以上、まだまだ寒いです。防寒しっかりして夜は乾燥対策してください。ただもうちょっと我慢すればもうじき春が来るぜ。以上、おやすみなさい。いやずーっと風が治らないんですよね。でしかも風の影響なんですけど、舌の先に口内炎が2つもできたんですよ。もうなんかそれが痛くてモノマネもできないんですよ。すいません、本当に怖いですよね。なんか違うでしょう。はあ、はい、さあそんな今日はですね、2月3週目の週末なんですけど、気づいたんですけど、今月って木曜日が唯一5回の月なんですよね。でって言うとりますよ、おまんたち。あんまり大きい声出せません、この時間。さあ、今週のオルデキニュースとこの時間です。今週起きた気になるニュースを一気に紹介していきます。一つ目、地獄。こちら今月10日、X にて、自身の勤務先と思われる場所で、とんでもない変態行為を繰り返す、即オートレベルのアカウントが発見され、これは気持ち悪すぎると大炎上しました。こちら皆さん、かなり閲覧注意です。多分このニュースのせいで広告がつかないと思うんですけど、肝系が苦手な方はですね、飛ばしてみてください。こちら X で炎上した、ヤガミという名前のアカウントなんですけど、どういった投稿をしていたのかというと、職場の女性の同僚の蜂蜜の容器に自分のあれを混入させた画像を添えて、みかんの粒みたいなのが全部ピーピークソ汚ねえと投稿。その後も蜂蜜が減っていく様子を撮影して、ケイリのメス豚ほとんど飲み切って偉い、容器の中明らかに汚いのにとか投稿してて、これだけでもかなりね大重大犯罪者なんですけど、このヤガミというアカウント、他にもオフィスの女子トイレに侵入してゴミ箱に向けて行為をしたりとか、あとは同僚と思われる女性社員のコップにこれまた自身のあれをかけたりとか、そういった写真を投稿しているのも発掘されました。でこのアカウントが公になって、この男の投稿した写真から特定作業が進んで、この職場が特定されるという事態にまた発展して、現在大きく話題になってるんですけど、ヤバキモ地獄最下層ですよこれ。この被害に遭った方が後から知った時、めちゃくちゃトラウマになりますよマジで。この事件から15日まで音沙汰はなかったんですけど、このキモ男が所属していると思われている愛知県にあるですね、東映住宅自身のホームページで SNS 上での当社に対する投稿についてと題された声明を公開しました。この内容がですね、激キモツイートしていたのは去年の8月から東映住宅に勤務していた派遣社員だったこと、でその派遣社員を契約解除にしたということ、犯人の男は事件以降出社してないこと、そしてその上で引き続き警察の捜査には全面的に協力していくと、そういった声明文を出しました。まあ、犯人も会社によって特定がされて、警察による捜査も進んでるということなんで、近々何かしらの動きはあると思いますね。あれが事実なら一刻も早く逮捕されることを望みますね。まあ、皆さんも自分の食べ物をね、誰でも触れる場所に置いとかないように気をつけてください。次です、2つ目、税金事務所ひどい。こちら今月の13日、日本男児の味方深田栄美氏が前事務所時代の給料をめぐって8000万円の税金の追徴課税がされていると報じられました。8000万って4万の何倍？まあ、これ深田さんが当時所属していた事務所っていうのが税金を処理してくれてる場所だったんですよね。っていうのはまあおそらく給料から引いてたみたいな感じなんですけど、ただ実際には申告してなかったということが明らかになったということなんですよ。かわいそうすぎん？で、まあ雲隠れしてると。でこのフラッシュの記事によると、前の事務所での年収というのが約2400万あったらしくて、で結果8000万円の追徴課税をされたんですけど、でこの時の当時の貯金っていうのが2000万ぐらいしかなくて、現在官能のために苦戦してるとも噂されています。ただこれと同時に SNS 上では、結構名前も有名なのに年収2000万ってちょっと夢がないんじゃないかとか、深田恵美クラスで有名でも年収2000万な、普通に多く稼いでると思ったとか、この深田さんの追徴課税の記事よりも日本の AV 業界が意外に低賃金であることに驚く投稿がたくさんされてました。まあおそらくなんですけど、法人化した会社があるんじゃないですかね。事務所とは別に会社があって、そっちにもっとお金入ってるとか、そんなんじゃないですかね。で今回ですね、ちゃんと払ってくれてきたのが個人の税金なんじゃないかなと思いますけどね。ちょっとそれは何とも言えないですね。ただこれが全額だったらちょっと少なく感じてしまいますけどもね、まあ、早急に解決してくれればなと思いますね。次です、3つ目、高校生が事件。こちら今月の14日、神奈川県相模原市のマンションで50代夫婦の遺体が見つかるという事件が起きました。警察はこの部屋で同居していた15歳の長男をですね、父親を殺害した疑いで逮捕したと報道がありました。まず遺体の発見というのが今月の13日、通報を受けて安否確認に訪れた警察官らが室内を確認したら、
ら、この高校生の父親と母親がですね、刃物で複数回刺された状態で亡くなっているのが発見されました。で、14日事件から行方不明になっていた少年を神奈川県内で発見、逮捕に至ったということです。で、この少年取り調べに対して、殺そうと思って殺したことに間違いありません、父親との関係性が原因で殺しましたと供述しています。警察は長男に強い殺意があったとみて、犯行の経緯を調べるとともにですね、亡くなった母親についてもこの少年が関与しているかどうかの捜査をしています。もう一体何があったんですかね。高校1年生ですからね、これからまたいろいろ明らかになるのかなと思います。次です、4つ目、旭川いじめ問題から3年。こちら今月の13日チャンネルでも取り上げました。北海道旭川市の中学生だった女子生徒が壮絶ないじめを受けた末自殺をしたという事件から3年が経過しました。こちら絶対に忘れちゃいけない事件なんですけど、改めてこの事件の経緯を見るとすごいやるせない気持ちになります。で、当時何があったのか簡単に説明するんですけど、まず亡くなってしまった当時14歳だった生徒、小学校から進学した先の中学校で知り合いがあんまりなくて、ほとんど孤立した状態で過ごしていたところ、学年が2つ上の女子生徒と知り合ってよく遊ぶようになったと。その後2人が遊んでいると、その先輩の友人の男子生徒2人がグループに入ってくるようになったんですけど、ここからいじめが始まったと言います。でもこの内容というのがね、いじめではなくね、犯罪行為の数々で、まず遊びに行くために1万以上の金額を奢らされたりとか、外で自慰行為を強要させられたり、卑猥な写真を撮られて学校に拡散されたりとか、他にもね相当な数があるんですけど、これだけでも相当過酷なことをされていたことが分かっています。そしてそのいじめの一環で川に強制的に飛び込まされて、警察が出動する事態にまで発展して、その後引っ越しをしたものの PTSD を患って、氷点下17度の真冬の夜に突然家を飛び出して行方不明に、凍死した状態で発見され亡くなってしまったんですね。この事件について2年前の2022年第三者委員会が提出した最終報告書で、いじめがあったことは認めたんですけど、これいじめと死に因果関係を認めなかったとする無責任すぎる内容を遺族側が不服として、現在も一新させた第三者委員会が作られて調査が続いています。いじめが発覚して3年という時間が経ってもですね、真相というのは明らかになっていないということなんですけど、いじめが実際にあって、そこに対してもね謝罪もなかったということで、二度とこんな事件は起きてはいけません。今ね、少しでもこういったことを受けてる方はですね、我慢する必要はないですからね、すぐに叱るべきところに訴えてください。次です、5つ目、アジア最強の男来日。こちら本当もうオール的ニュース速報なんですけど、今月の14日ですね、力の擬人化でおなじみ、価値格演出でおなじみ、マブリーの愛称で親しまれてる韓国の俳優マ・ドンソク氏がですね、映画犯罪都市の新作のジャパンプレミアに登場して話題になりました。初来日だったんですかね。めっちゃ好きなんですよ僕。都内で出てきたらめちゃくちゃ歓声上がって、マブリーって上がったんですけど、ハートサイン作って答えたんですって。可愛すぎでしょ。またですね、観客の顔を一人一人見ようとする仕草をしたりとか、もうファン差がすごすぎると話題になっておりました。本当ね、僕マブリーが出る映画めっちゃ好きで全部見てるんですけど、映画登場した時の安心感本当レベチなんですよ。どんな武器持ってる相手に対しても拳一個でボコボコみたいな。おすすめはね、悪人伝です。まだ見たことないなって方は、ね、見てみてください。もうハマると思います。あと教師のやつも好きだったな。次です、6つ目、自動停車試そうとして事故。こちら今月の14日、軽自動車の自動停止機能を試そうとして、知人2人を跳ねて重軽傷を負わせたとして、兵庫県警が67歳の男を自動車運転死傷処罰法違反の疑いで現行犯逮捕しました。これ何があったかというと、男性が午前11時頃町内の駐車場で人とか物を感知して車が止まる機能ですよね、あれを試そうとしてバックで走らせて、後ろに立っていた70代の知人男性2人に衝突して怪我を負わせたんですよ。で、1人は頭の骨が折れる重傷、もう1人は軽傷を負ったってことなんですけど、もう好奇心旺盛か。ニュースの記事のタイトル見た時は、免許取り立ての若い子がやったのかなと思ったんですけど、67歳が運転して70代が怪我って、重傷を負った方も命に別状はないそうなんですけど、あんまテクノロジー過信すると良くないですね。次です、7つ目、テイラースイフトのライブでプロポーズに賛否両論。こちら今月の7日、東京ドームでテイラースイフトさんの来日公演あったんですけど、ライブの最中にプロポーズを受けるというね、女性の動画が SNS に投稿されて賛否の声が大量に上がったんですけど、これは話題になったのが、相棒さんっていうインフルエンサーの女性らしくて、投稿された動画がテイラースイフトさんのラブストーリーというね、ファンの間ではプロポーズの定番曲みたいな曲があるんですけど、この曲が流れてる最中に男性からプロポーズされるっていうね、すごいロマンチックな展開なんですけど、周りの方もカメラを向けたりとか拍手したりおめでとうと雰囲気なんですけど、その反面ネットではガチで楽しみにしてたライブ見に来た人の邪魔やろ、旦那空気読めよと、もうすごい批判の声上がりました。なんとなくそうなるやろって予想できるんですけど、ただ2018年海外で同じようにプロポーズした人がいて、その時はね、テイラースウィフト本人から祝福のコメントがあったみたいなんですけど、同じことやってみようってやっちゃった結果荒れちゃったみたいな感じなんですかね。2番煎じですからね、だから僕だったら、ドンソクの単独ライブ公演があって、そこでプロポーズしてる人いたら確かにぶん殴っちゃうかもしれないですね。そんなやつおらんのかな。なのでね、シチュエーションも大事ですけど、気持ちが大事ということで、あんまり迷惑かけないように十分気をつけてください。次です、8つ目、ラブホ暗黙のルールが話題に。こちら14日ラブホテルの清掃業者を取材したニュース記事の内容がちょっと衝撃的だったんですけど、この記事の内容がまずラブホテルの清掃に関していろいろ書かれてて、お風呂場で特殊なプレイをした人の後処理とか、室内に血の痕跡残ってるとか結構あって、ちょっと別に悪いことしてるわけじゃないですけど、うってなっちゃうんですよ。で、その中のね、ラブホ業界全体
隊の暗黙のルールというのがあって、それが忘れ物を見つけても絶対のお客様に連絡してはいけないってやつなんですよ。これなんでだと思います？っていうのもやっぱ場所が場所ですから、例えば予約された電話番号に電話してすいませんって忘れ物してますよってなった時に、え、あとなんでそんなとこ行ってんのみたいな、だからそういうトラブルになってしまうことが多いらしいんですよね。だからそれを避けるために作られたルールということで、そのそれで事務所には常に段ボール2箱分ぐらいの忘れ物があるみたいです。一応保管はしてるらしいですね。でさらに他にも意外だったのは、ラブホテルって男性だけ先にチェックアウトするのって禁止されてるそうなんですよ。僕知らなかったですね。これなんか事件を未然に防ぐために決められたルールみたいでして、ただこのルールをしっかり熟知した上で行われた犯罪あって、以前女性が先にチェックアウトして窓の下に待機して、残った男性が窓からテレビを下ろして女性が下から受け取るっていうね、備品の窃盗が問題になったこともあるそうです。もう大胆すぎるやろお前。次です、9つ目。ゴミ観光客現る。こちら14日ですね。日本を訪れる観光客のマナーが悪すぎて、ちょっと観光公害になってるということが話題になりました。これが、岐阜県の白川の観光協会員曰く、コロナ禍が明けて旧正月の影響で、中国人の人々の観光が前年と比べて3倍ぐらいに増えてるんですけど、マナーの悪い観光客による迷惑行為というのが目立つようになったと語られていて、まあ主に無断で自宅敷地内の駐車場に車を止めたりとか、勝手に庭に入られて雪だるま作られていたとか、ちょっと怖いなこれ。あとは使い捨てカヤルのゴミをトイレに流すと、まあ、そういった迷惑行為が横行しているということで、まあ、この時期の日本の雪国の景色っていうのはね、非常に美しいと海外の方にもすごい人気で観光客が多いんですけど、あの観光に来たやつが汚くして帰っていくって意味わかんないですよね。こういった迷惑行為っていうのがね、横行することを観光公害とか言ったりするんですけど、まあ、よその国行った時ね、やっぱマナー悪いとこれだから日本人はとか言われるんでね、やっぱ人様の国に入って観光してるんだから、ちょっとでも綺麗にして帰ろうとかね、思うのが普通じゃないのかと思いますけどね。違うみたいですよ。次です、11個目。ドミノピザでもバイトってことですね。こちら12日 X にて午前2時ぐらいにドミノピザの店員が自分の鼻に指突っ込んでピザの生地を触るっていうね、激ヤバの動画拡散されました。これヤバかったね。で結局これ撮影された動画っていうのが兵庫県の尼崎市のアルバイト従業員であることが明らかになって、で動画内の生地は商品として提供されることはなく破棄処分にしたということなんですけど、さらに店舗も動画が撮影された12日当日に店舗自体を営業停止にして公式アカウントにて今回の件に関し、お客様におかれましてはご不快な思いとご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますと謝罪するとともにですね、関与した従業員に関しては就業規則にのっとり厳正に処分する予定、法的措置を検討中としていると謝罪文を投稿しました。本当これ時期によって出過ぎやろこれ。で最後です、12個目。息子を思いすぎる投稿が X にて話題。こちら X で長男が1歳の時に長男名義で口座を作ったと、まあ、通帳の画像を添えたポストがすごい感動すると話題になりました。こちら今年の2024年の1月にですね、長男が1歳の時長男名義で口座を作った。目的は1日100円貯金でも毎日入金は面倒だから誕生日に1年分3万6500円を入金して通帳に一言書くことにしましたと、まあ、実際に長男の通帳の画像を投稿したんですよね。この一言の内容というのがめちゃくちゃジーンとくるんですよ。一部読みますね。小学4年生自由研究の代表になりました。トラックにはねられて集中治療室に、生きてて本当によかった。いよいよ中学生感謝の心を忘れずに自分の道を進んでいってほしいですとかね、もういろいろ書いてて我が子の成長っていうのをしっかり見守ってるんだなっていうのが伝わってくるんですよね。で今年の1月お子さんが成人されてて20歳までと決めて、今その日がとうとうやってきた。暗黒の反抗期は本当に辛かったけど今しみじみ思う。運動よかった、20歳おめでとうとお祝いのメッセージを添えて X に投稿したっていうことです。ええ話や。この投稿には10万円ついてて、こんなんもらったら泣いちゃうとか、一生の宝物等のコメントが多く寄せられています。これ日付が載りますからね、我が子にその時書いたんだよっていうのが分かるように通帳にコメントを残す、これちょっと入りそうですよね。はい、というわけで今週以上です。最後はいい話だったんですけどね、まだまだ物騒な怖い事件起きてます。で外は暖かくなってきたんですけど、この時期からやっぱね車の事故が増える増える、まあ、人が多い分危険も多くなるということで、皆さんは十分に注意してください。あと本当長引くからね、喉の風邪には気をつけてね。今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。急なんですけど、イテウォンクラス6週目が終わりました。飽きないですね。ここで6週目を終えて、やっぱこのシーン好きだなランキングベスト3を発表したいと思います。第3位、マヒョに最強の居酒屋優勝シーンですね。まあ一連の磯からの詩を読むところとかのくだりも全部好きなんですけど、まあ、これは言わずもがなランクインですね。第2位、バス停でのパクセロイの叫びシーンですね。まあ、皆さんね、これはもう予想してたと思うんですけど、チャンガは俺が始末する、デン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 、キロとハルクムジャン、アジクトアップムーン、ソソイカですね。これも文句なしだと思いますね。そして6週目を経た第1位、スンドゥブチゲを食う、すべて失ったチャン会長。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。
うまいな。もう晩年ですけど、すいませんね、お時間、皆さんの好きな視点教えてくださいとか言うとりますけど、まあ、今日は225ということでニャニャンコということで、まあ、話題になってないんですけど、いや最近暑かったり寒かったり宮沢えりですよね。そんなしょうもないこと言ったりしてる、しょうもない天気の中、いかがお過ごしなんだいおまんたちって言うとりますよ。それは一旦このお時間、さあ今週の俺的ニュースはこの時間です。今週起きた個人的に気になったニュース一気に紹介していきます。1つ目、韓国人 YouTuber の宿泊拒否動画が話題に。こちら8日、韓国の YouTuber クジュさんかな、まあ、日本を旅する動画を投稿したんですけど、日本語が話せないからと施設側から宿泊拒否をされたってことが話題になってるみたいです。でこの YouTube のチャンネル登録者は約6万人で、まあ、旅系の動画を主にアップされてる方 で今回話題になったのが、日本の福岡から札幌までキックボードで旅をするっていった内容で、山口県宇部市に到着した時に事前に宿泊予約をしていたカッタの湯っていうね、カプセルホテルと銭湯が併設されてる施設に予約したんですけどって受付しようとしたら、従業員の方が日本語って話せますって聞いてきて、で話せないということを伝えたら、まあ、その従業員の方が日本語がちょっとできないと何か起こった時の対応が難しいんで宿泊が難しいと、もう宿泊を断ったんですね。ただその後このスマホの翻訳機能があるからと、まあ、なんとか粘るんですけど、まあ、従業員の方の対応は変わらず結局泊まることができなくなったんですよ。予約してるのになーってなって、ただその後他の宿に泊まることはできたそうなんですけど、でこの一連の動画っていうのが SNS で拡散されて賛否を呼んで、韓国のテレビ局でも取り上げられるほど今話題になってるそうなんですけど、っていうのもこの宿泊施設、一部の旅行予約サイトには日本語ができるお客様のみご利用可能って表記があったりとか、あとはやっぱ今回の対応に関してトラブルを避けるために施設側の判断が正しいとか、ただ予約させといて理不尽だろと結構意見分かれてるんですよ。でこの事態を受けて19日ですね、このカッタの湯を経営する株式会社福の湯さんが公式のホームページにお客様に対する不適切な対応についてっていう声明を発表しました。で今回の件はお断りせずに宿泊いただくべきだったと、まあ、今後こうしたことが二度と発生しないように再発防止に努めてまいりますと謝罪文を公表したんですね。でまあ見てる感じ差別的な意図ってのは全然なかったと思うんですけど、今確かにねスマホでの翻訳機能って優れてますから、そこで対応すればよかったんじゃないかとも思えるんですよね。まあこの翻訳機能すげえなって話なんですけど、最近外に椅子があるタイプのなんかどこの国かよくわからないスペイン語なのかなみたいな歌がガンガン流れてる店に行って、ちょっと気になって iPhone に歌を聴かせて翻訳したんですよ。そしたらその翻訳が、麻薬王のなんちゃらはその子犬を殺した、これであの街に血の雨が降るだろうみたいな、めちゃくちゃ怖い歌詞で震え上がりましたよね。関係ないか。ただねこれ僕思ったんですよ、別に外国人だからっていうのももちろんあったと思うんですけど、カメラ回しながら外国人 YouTuber が来たことで、いやなんかこれトラブルになりそうだなって考えたんじゃないかなと思ったんですよ。っていうのも無断でカメラ回しながら急に入ってきて予約したんですけどって言われたら、まあ、ちょっとなんかめんどくさそうだなって思っちゃうんですよね、まあ、特にジョリーソマリとかね、あと無賃乗車エローグループとかね、昨今迷惑外国人 YouTuber っていうのが多いんで、そこも理由にあったんじゃないかなと正直思いますね。まあ本当施設内とか撮影するときは絶対許可は必要なんですけど、まあ、許可は取ってなかったんじゃないかなと思いますけどね。こちらぜひ皆さんの意見もお聞かせください。そんな次です。警視正留置所で自殺。こちら今月の17日マッチングアプリで知り合った女性に性的暴行したとして逮捕、そして起訴されていた中国四国管区警察学校に勤めていた58歳の警視正の男性が広島警察の拘置施設で意識のない状態で見つかって、搬送先の病院で死亡が確認されたと報道がありました。この男性何をしたかというと、マッチングアプリで知り合った計3人の女性に性的暴行しようとした罪で起訴されて、今月の6日にはさらに別の女性2人に性的暴行しようとしていたことが判明して4度目の逮捕がされていたんですね。でこの被告、性的暴行とかの起訴内容については否認を続けてて、で取り調べが続いていたんですけど、このような事態になってしまったんですね。で発見当時、この元警視正の男性、首の周りに着衣がかけられて遺書と見られている便箋も見つかっていて、県警は自殺を図ったとして調べを進めてるんですよ。ただこの被告が入っていたこの部屋っていうのが自殺とか逃亡の恐れがあるっていうことで特別要注意者っていうのに指定されてたんですよ。で警戒を強めて監視をしていたんですけど、この監視体制の中できたってことは監視体制に問題があったのか、それともしかしたら考えたくないですけどね、本当に自殺だったのかとか、そういうことも今噂されています。で県警はですね、再発防止に向けて調査を徹底するとコメントを発表したということです。一体この中でね何があったんでしょうね。で次行きましょう。で3つ目、怖すぎる画家捕まる。こちら今月の20日、愛知県名古屋市にある集合住宅に住む58歳の画家の男が約7年間誹謗中傷などの近隣トラブルを繰り返したとして暴力行為等処罰法違反の罪で逮捕され、そして起訴されたと話題になりました。7年、よう我慢できましたねこれね。で報道でこの男の姿を捉えた監視カメラの映像公開されて、この動画内で深夜3時に木刀で手すりをバンバン叩きながら出てこいはよって叫んでいたり、被害者の部屋の前で二度と世界に輪廻転生させぬようここに祈願する、被害者夫婦を地獄道へ落としたまえ、カーどっちにしろお前殺されんだぞとか、そういった叫ぶ様子もはっきり映ってたんですよ。やっぱりやっぱりこんな化け物が近所に住んでたら即引っ越しですよね。でこのトラブルの原因なんですけど、この嫌がらせが始まる前の7年前ですね、この被告から被害者の方に娘さんを絵のモデルにしたいと申し入れがあったんですよね。ただそれはできないと断ったら嫌がらせが始まったんですよ。こんな激ヤバの絵のモデルにさせなくて正解ですよね。で
逮捕された男性、この迷惑行為以外にも過去にですね、同様の迷惑行為を行って市営住宅の住民に引っ越しを余儀なくさせたりとか、集合住宅の共用部分に唐突な絵を描いたりとか、問題児として知られてたんですよね。この最後の部分だけ聞くとね、バンクシーですけど、全然そんなもんじゃなかったですね。ちょっと引っ越しシーズンなんですけどね、隣人には皆さん十分に注意してください。次です。4つ目、ヨギボー畜生店員。こちら20日、柔らけヨギボーと同じみ、ビーズクッションの家具ブランドヨギボー渋谷宮下公園店の元店長が、従業員が着替える店舗のバックヤードで盗撮していたってことが SNS で暴露されました。で、同社の会長が事実関係を認めて謝罪するという事態にまた発展してます。チンボーやんけおい、すいません。これとんでもない事件で SNS に動画も暴露されてるんですけど、この動画内でバックヤードに侵入してカメラを設置する様子の容疑者がはっきりと映ってて、で、女性従業員が出勤してきたら、この女性に向かって着替えてるって言って退出する姿も確認できてます。で、この動画もすごい話題になったんですけど、これだけじゃなくて犯行は数十回に及んだとされていて、怪しんだ従業員がスマートフォンを覗いてこの下劣な犯行が発覚したといいます。他にも別店舗の店長と思われる人物との文章でのやり取りが映った画像も載ってて、その中身が来店した女性客に対する卑猥な発言だったりとか、従業員に対しては生理で休むの甘いとか、それで畜生発言も確認されてて、SNS ではこいつキモすぎるとして大炎上してます。で、20日ヨギボーの社長を務める木村氏が会社からの発表より先にですね、自身の X でこの行為により被害に遭われた弊社女性キャストに心から謝罪申し上げますと、またはその他形で不快感を感じられた全ての方々にも重ねて謝罪申し上げます。渋谷宮下公園前店で働くヨギボーキャストたちの強さと勇気には深く敬意を表します。ヨギボー本体といたしましても、このような犯罪行為は絶対に許しません。再発防止に向けたコメントと謝罪文を掲載する事態にまで発展しております。で、たびたびね、こういった店舗従業員を更衣室で盗撮するという事件結構起きてるんで、皆さんも着替えるとかある方はですね、ご自身の職場大丈夫か、これね、一度確認してみてください。では次です。5つ目、教習所帰りに高齢ドライバーに跳ねられ19歳が死亡。こちら今月の15日、福島県鏡石町の JR 鏡石駅前で自動車教習所から帰っていた19歳の男女2人が、72歳の女性が運転する車に跳ねられて1人が亡くなって、もう1人が頭の骨を折るなどの重傷を負うという事故が発生しました。この2人、事故直前に自動車教習所の卒業検定に合格して、首都圏に帰宅する途中でこの事故に見舞われまして、自動車の運転について勉強して卒業検定ね、合格した後にこんな事故に遭ってしまうっていうのは非常に心が痛みますね。この事故があった地区の警察署は、この自動車を運転していたパート従業員の72歳の女性を自動車運転処罰法違反の疑いで現行犯逮捕、男性1名が命を落としてしまったことを受けて過失運転致死傷の容疑を視野に入れて捜査を進めているということです。いや、本当かわいそうですね。事故は起きてしまうにしてもね、最近こういう事故多くて、続いても高齢ドライバーによる事故でして、新潟県の新発田市というところで、横断歩道を歩いていた小学生3人が、88歳の女性が運転する軽貨物自動車に跳ねられて1名が重傷という事故が発生しました。警察の調査の結果、この車ですね、横断歩道で児童等を跳ねた後に約 100m 離れた道路脇の縁石に乗り上げて停止。で、この88歳の女性は自動車運転処罰法違反の疑いで現行犯逮捕。取り調べに対して容疑者、横断歩道上で3人とぶつかったら間違いないと容疑を認めてるんですけど、88歳でね、さすがにもう運転できる年齢ではなかったんじゃないかなと思いますね。さらにもう一つありました。これが今月の15日の正午過ぎですね、神奈川県 JR 藤沢駅近くの歩行者用の地下通路に車が入ってくるっていうね、この事故が発生して SNS で大きく話題になりました。これ事故があった当初、 JR 藤沢駅で車が地下道に侵入して走行してると通行人から110番があったんですけど、この通報を受けて警察官が駆けつけたら、駅の南口と北口をつなぐ歩行者用の地下通路に70代の女性が運転する乗用車が侵入していたんですね。やばすぎでしょこれ。で、警察が到着するまでの間、通行人らが女性に対して車の停止を促すも聞こえていない様子で無視。そして入り口付近にいた複数の男性が乗車を追いかけながら通行人に避けるように呼びかけて、通路の突き当たり付近で停車した車に男性らがドアを開けてエンジンを停止させて、ようやく車は止まったんですけど、これで現場に居合わせた男性が地下通路脇の道に入るかと思ったらいきなり地下に突っ込んできたと。で、怪我人いなかったんですけど、これが奇跡的と話しています。で、この女性は南口から北口に行きたかったと話しているんですけど、もう返納しろ。いや、こんなのが普通に運転してるとちょっと怖すぎますね。この避けられない事故件、本当勘弁してほしいですね。次です。6つ目、大阪で怖すぎる事件。こちら19日、睡眠薬を飲ませた女性2人に猥褻な行為をし現金を盗んだとして、大阪府東大阪横沼町の風俗店店員男ら3人が逮捕されました。この事件で逮捕された男ら、去年の2023年1月、大阪市内のバーで声をかけた20代女性2人に睡眠薬を飲ませて意識が朦朧としてきたところで自宅に連れ込み猥褻な行為をして、さらにその女性らの財布から現金2万6000円を奪ったとされています。大阪府警によると、このバーから移動した2軒目のカラオケ店で飲酒した時、この女性の2人のうち1人は、飲んだ直後に嘔吐してそのまま意識がなくなってるんですよ。で、現在当時の状況を詳しく調べてるんですけど、これ僕が1年ぐらい前に動画でも取り上げたんですけど、デートレイプドラッグっていうね、お酒とかの飲み物に入れるヤバい薬がその時流行っていますっていうね、その話をしたんですけど、今回もそういった類の薬なんじゃないかなと思いますね。飲んだ直後に嘔吐してますしね。で、過去動画でも言ったんですけど、これから3月とか4月お酒を飲む機会増えると思うんですよね。なので皆さん、完全に信用できる人以外とお酒を飲むときは、これは男女問わずです
ですね、飲みかけのまま席を立たないでください。万が一ね、離席した時は新しい飲み物に変えるっていうのをね、必ず心がけるようにしてください。それでは最後、海外です。7つ目、ライオンに襲われた男性。こちら15日ですね、インドのアンドラプラデーシュ州ティルパティにある動物園に訪れた男性がライオンと自撮りするためにフェンスを乗り越えた結果ですね、襲われて亡くなるという事故が発生しました。まあそらそうやなんですけど、これ何してたかっていうと、男性は酒に酔ってて、で一人でこの動物園来てライオンと自撮りするっつって 4m のフェンスを登り始めたんですよ。で警備員がやめてくれって言うんですけど、無視して登り切って中にいた3頭のライオンの目の前に落下するんですね。もう落ちた瞬間、オスライオンが男性の首に噛みついて襲いかかるんですけど、この首の傷が致命傷となってその場で亡くなりました。で遺体が回収されて、この男性を襲ったライオンが今個別の檻に入れられて経過観察中なんですけど、このニュースを見てネットでは、この男の自業自得だろ、これはライオン悪くないと、この件でライオンが安楽されなければいいけどと、これ男性を襲ったライオンの今後をね心配する声の方が多数寄せられてました。まあ当たり前なんですけど、基本的に人間が近づくと危ねえ、だから檻の中で飼育してるんで、当然なんで入らないでくださいね。で映画のねハングオーバー、なんかトラかなんかホテルに連れて帰ってましたけど、基本的に食われます。お酒は飲む方も気をつけましょうということでした。はい、というわけで今週以上です。まあいろんな事件起きてるんですけどね、やっと私もね体調が治って平穏が訪れてます。まあ新年度でね皆さんバタバタすると思うんですけど、体をいたわって頑張ってくださいなということです。というわけで今日は以上。皆さん今週どんな1週間でしたか、教えてください。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。